皆さんこんここににちは坪田ラボご機嫌 TV にようこそ心から歓迎します今日はですね網膜色素変性症これ難しい言葉だけどこれ失明率第3位とか4位の本当に、えー、もう難病の一つなんですねそれに対する革新的医療機器の開発が、えーまあ、研究費に採択されまして今日はそれをあのやっています慶応大学眼科学教室のバン先生に あの来ていただきました。よろしくお願いします。パンと申します。で、えっ、ー、とその前にですね、なんと坪田ラボは、えー、2023年度ですね、なんと3つの助成金を獲得しましたのでご報告しておきます。一つがあの老健 っこれにあのバイオレットライトを与えることによって脳の活性化をしてボケた犬を救おうっていうプロジェクトでこれあの総額4,335万円それから今日お話があります網膜先生賞の方は令和5年度の東京戦略的イノベーションということで総額8,000万円。 それからえっと先週これ公表になったんですがフェムテック開発支援ということであの光照射によってですね、まあ、女性の月経周期を直そうっていうこれまあもう本当に画期的な研究なんですがこれについてはまたどっかでお話をさせていただきたいと思っています。それでではは先先生生すね、えー、バン先生はあの えとちょうど僕が眼科の時にレジデントとして入ってきまして、えー、それからアメリカに行ってセントルイスで素晴らしい研究をしてその後ニューヨークであのアメリカの医師免許までちゃんと取ってそれはアメリカの医師免許を取って眼科行ってそうはいないんだけど僕とバン先生ぐらいしかいないかもしれないですけどその一人で,で臨床をやって慶応に帰ってきて今慶応大学眼科教室の講師を務めています。じゃあバン先生ちょっと そうです。あのご紹介ありがとうございます。はいはい、慶応大学眼科のバンと申します。あの普段はあの今ご紹介いただいたようにあの慶応義塾大学病院で、えっと、網膜の専門診療ですね。えっと臨床とあとは基礎研究ですね。今日お話しするあの網膜色素変性をはじめ、まあ、カレオワン変性などの網膜変性疾患の基礎研究も行っております。今日はよろしくお願いいたします。それではあ網あの網膜の専門家のバン先生に早速。 説明していただきたいとい、はい、始めたいと思います。あの、今回対象になっている疾患がですね。網膜色素変性症と言います。あの聞き慣れない病気かもしれないんですけれども、簡単に言うとまあ遺伝要因が発症に起因するまあ、進行性の網膜疾患まあ、遺伝子異常で起こる網膜の変性疾患ということになります。原因の遺伝子としては、あの100を超える遺伝子が同定をされております。 残念ななががら現時点では有効な治療法がほとんどありませんあのほとんどという言い方はですね昨年度実は日本で遺伝子治療初めての遺伝子治療が承認をされたので唯一その遺伝子治療は治療法としてあるということになりますけれども基本的には有効な治療法がない疾患ですですのであの指定定難病にあの認定をされております日本で約3万人の患者さんがいらっしゃいます。 初発症状はそれぞれなんですけれども野毛ですね暗いところで見づらかったり視野障害視野が狭まったりするというところから始まってやはり進行例では失明をするような方もいらっしゃいますスライドの左側に典型的な網膜色素変性症の眼底疾患をやってた頃ですね40年以上にわたって網膜性変性症の患者様が来るたびに ああ何もできない自分っていうのはねすごい感じてたそうですね本当にあのーうん、例えばまあ半年に1回とか1年に1回定期受診されるんですけどだけど見てもね見ても結局何もできないしな、ね、あまた視野が減っちゃいましたね、はい、で特にあの、えっと、家族性だとお母さんがまあ自分のせいでこんなにことがなっちゃってってほんにねあんできなかったんですが今回少し巧妙、えー、が見えたということではい でこの網膜色素変性症に関してですけれども、えっと先ほどあの鶴田先生から紹介ありましたけれども、現在日本における成人の視覚障害の原因のあの二番目です。あ二番目になった。二番あ,あれ？も二番目です。ちょっと前まで糖尿病性網膜症じゃなかった。 新しいお薬糖尿病の網膜症であったり加齢ハン変性はですねあ<ー>、まあ、抗 VGF 薬といってお薬ができたおかげであ<ー>まあ今でも治療が難しい病気ではあるんですけれどもイメージ的には失明まで至る症例がだんだん減ってくる<ー>逆に治療法がない網膜色素変性症はそのままあの残ってるというそそういうういイメージでですすよねそうですか、はい、でここに書いてあるように、まあ、視覚障害者の社会コスト、えっと、年間で9兆円これはもう医療費だけではなくて 例えば目がもう少し見えたら働けたかもしれないあ,のあるいは学校に行ける働けるそういうところも含めた社会的なあのコスト要するにあの損失はあの9兆円にに上るとといいいいうふうふ言われていますこれてすこは何とかしななきゃいけすねそうですね、はい、で今回ですね、えっと、今左側に書いてありますけれども遺伝子変異で起こる疾患ですから単純に考えれば根本的な治療はあの遺伝子治療になります。 で昨年、えっとこのまあ、商品名ですとルクスターナというあの遺伝子治療のベクターですねこれが承認をされました、これ非常にあの偉大な一歩です要するに今まで全く治療法がなかった疾患に治療法ができたという意味では非常に大きな一歩なんですけれども多数存在する遺伝性の網膜変性症の中でターゲットはただ1つ。1> うん です,ですのでこの治療法ができたから全てが治療できるというわけではないですねこれ,これあの残念ながら、まあ、残念ながらという言い方は難しいかもしれないですが両眼でのの治療がが、えっと、約1億円の薬価がついておりますこれ今まで治らなかった病気が治るわけなので1億円が高いか安いかという議論はあの必要はないと思いますけれどもただ一般的に考えてなかなかあの高額な医療 高額な治療費だということは言えるかなとううま。日本はだ,だけど、高額費に対しては国の補助があるから。あのね、ちゃんと受けられるとい。そうです、ね。これはいいシステムですよね。あの患者さん個人にとっては、あの非常に恩恵を受ける治療だと思います。すね、はい。ただ、やはり遺伝子治療以外の治療も必要だろうというところですね。で、今回出てきたのが、我々われあのツバタラボで開発しているバイオレットライト。あの近視での研究が先行してますけれども。 この網膜変性に関して、まあ、あの保護的な効果がないかということを今研究をしているというところですね。はい、これあれですよね網膜変性症って遺伝病だけど生まれた時には失明してるわけじゃなくてなんと生まれた時は普通だけど5歳10歳20歳となっていくうちに徐々にそうですねあの進行はもう本当にケースバイケース、まあ、あるいは今の言い方で言えば遺伝子変異の種類によりますけれどもやはりあの。 生涯にわたって視力が保たれる方から、やはり中途失明ですね。ある程度の年齢で視野が欠けてしまって失明してしまうという方まで、あのいろんなバリエーションがあるという病気ですね。そこに介入しようっていうわけですよね。そうですね。こちら左側遺伝子治療、あの先ほどお話しした遺伝子治療ですね。えっと、もちろん。 治療法があること自体は素晴らしいことですけれども治療費は比較的高額であるあとはこの先ほど対象になるあの患者さん年間3人やっぱりこれはやっぱり <laughs> <い>たくさんいる患者さんの中で本当にごく一部しか恩恵を受けることができないということですね。で今ですねさまざまな治験が行われていて一つ一つ遺伝子治療をあの進めていこうという流れはあるんですが現実的に 100以上ある遺伝子のすべての遺伝子治療を行うということはこれはなかなか難しいというふうに思っています。 対して我々のバイオレットライトのあのー、照射装置ですね。基本的には遺伝子変異の種類に関わらず、要するに皆さんに使っていただけるというところですね。あともう一つあのー、安全であると書いてありますけど、要するに体への負担が少ないということですね。遺伝子治療今回の遺伝子治療はやはり手術が必要あるいは網膜の下にベクターを打ち込むことが必要という治療ですから、それに比べると安全で。 あの簡単に使っていただけるというところがメリットだというふうに思っていますで。これは近視でもあの先行している研究ですけれども脈絡膜ですね我々が注目している網膜の組織の一部ですけれども実は網膜色素変性症の患者様でも脈絡膜が薄くなるということを知られていいいますここにに介入でできるのではないかなかという,ふうに考えています。 だから脈絡膜をこれう厚くするってことですかね。そうですね。バイオレットライトで薄くなった脈絡膜を厚くするということがまあ効果のあの一つとして考えられるんではないかなというふうに思ってます。うん、これはどうやって見るんでしょうか。これはですね、少しあの込みたあのスライドになりますけれども、うん、やはりあの今後臨床研究を行うにあたってやっぱり動物実験がとても大事になります。一番左のスライドがですね、あの普通のマウスネズミですね。 を使っているものです。真ん中はですね、人工的にまあ、網膜色素変性症を模した網膜変性をあの起こしたマウスの、えー、図ですね。右側がそのモデルにバイオレットライトを照射したものになります。これグラフちょっと詳しくは説明あの今回はしないんですけれども、うん、この波形はですね、網膜電図といって基本的には網膜の電気反応を見ている。つまり 大きなあの波が出ていれば網膜が健康である。逆に小さくなっていれば網膜機能が落ちているというところですね。一番左健常マウス大きな波形出てます。網膜色素変性症のモデルでは小さくなるんですが、バイオレットライトを照射した群ではそれが元に戻っているということがあのわかるんじゃないかなというふうに思ってます。これは分かりやすい図ですね。はい、ですね。で今回の助成金ですね。あの我々動物実験ではなくて。 このバイオレットライトの技術をぜひ患者様に応用したい。そのための臨床研究をあの実施する予定でいます。基本的にはですね。禁止の時に使っているこのバイオレットライトの照射メガネ。これをですね。改良してもう膜色素編成の方にあの使っていこうと思っています。動物実験のデータを元にして、どれぐらいの照射強度、あるいは照射時間が最適かということを十分に検討した上で。 あるいは安全性を十分に確保した上でこのような臨床研究を行っていきたいというふうに思っておりますこれあの素晴らしいですよねこれで僕がもし、えー、まあ坪たらぼとしてねこれバン先生の力で臨床用できて、えー、網膜先生症を少しでも抑えることができたら今までできなかったことそうです。る本当にそう思いますでそれからこの間バン先生があの 網膜性変性症の患者様の友の会に行って講演したらやっぱりすごいなんていいいいうううか使いたいというそうですねあの非常にやっぱり患者さんからの反応がありまして患者さん自身も遺伝子治療あるいは例えば iPS を使った再生医療ニュースでは聞いているけどやはりどこか自分たちにはあのまだあの遠いというか。 あの臨床応用されるあるいは自分たちに届く治療としてはまだ遠いというふうに考えられているようですけれども、やはりこのバイオレットライトの研究を聞いたとき、ぜひ今からでも使いたいというふうにあの関根さんがあのおっしゃってくれてあの非常にあのう嬉しかったですし、今後の研究の励みになりました。ありがとうございました。あのこれ禁止から始まったこのバイオレットライト照射眼球がですね、こうやって目の他の病気。 まあ、目の血流を良くして、まあ、とにかく良くしていくと、まあ、考えてみれば年をとってどんどんこう失明していくっていうのは血流が悪くなるってことも入ってると思うんでそこらへん是非、えー、目,目の病気そのものに対するですね基本的なあの秘密もバン先生にはとり解き明かしていただいてこの臨床応用をしっかりとやっていただければと思います。 今日はお忙しいところ、雨の中、<laughs> 来ていただいてありがとうございました。<laughs> ありがとうございます。今後とも,うどうも、はい、よろしくお願いいたします。皆さん、ありがとうございました。